今日はジョクジャカルタの中の、西の東の南に位置するグヌンキドゥルンに来ました。でグアキンドゥキンドゥル洞窟です。でこれ今準備してます。洞窟行くのになんでこんな格好するのかはこれからのお楽しみ。行ってきます。パリオパリオパリオさんです。週末になるともうすごい行列になって1時間ぐらいかかるそうです。このあと洞窟のすごい狭いところがあって、そこは一人ずつしか通れないからなるそう。今日はねたまたま賑やかです。まあ、今じゃあ ini nanti kalau nggak ambil ke tinggal yonya juga ini。この後洞窟の中歩くんじゃないんですよ。水の中なんですよ。だからこの浮き輪が必要なんです。超楽しみ。satu pengunjung satu ban。だからこれを持っていきます。karena di dua pindul itu air kedalamannya berbeda-beda. dari satu meter nggak ada yang 12 meter. Iya。なんか深さが1メートルもある、あの場所もあるけど、12メートルの場所もあるんだって。tapi nggak apa aman itu asal tidak lepas baju pelampung。そうだからこのこれつけてこれに乗って安全だから大丈夫です。Yeah. この後あの浮き輪に乗っていくんだけど、だいたい洞窟の中は350メートルで、所要時間は30分から40分ぐらいかけてこれから出発します。から大元の水からまたこう地面に入って洞窟入ってまた出てきてっていうのを繰り返して、これここが6回目でね、このあと7回目があって、で最終的には一番下の滝があったんだけど、そこまで出てる。今もね出発してる。Diluruskan lagi, kaki diluruskan, Pak. すごいね、神聖な場所って感じで、これ今が2箇所目の上からの明かりが入る場所で、本当はね晴れてれば天国の明かりって言ってた。すごく綺麗らしい。なんか落ち着くね、水に浸かりながら。時々岩があるんで立てる。これ足がねついてる。すごい気持ちいい。ここグアピンドゥル、ピンドゥル洞窟ではこうやって途中で飛び降りて泳ぐこともできる。で今雨季じゃない時はこうやって水がすごく澄んでる。すごい気持ちいい。で水かさが増すと一気に増すらしい。でまたでも2時間ぐらいで引いてまた洞窟に入れるようになる。この辺りにはここから7つのところに泉が流れているので引くのは早い。すごい気持ちいい。じゃあねー。グアピンドゥル、ピンドゥル洞窟の最後があそこ、さっきあそこから出てきました。で出てきてこっちに水が流れていってまた下の洞窟に分かれていきます。ゴールです。洞窟の泉から出てきた水が分かれてまたもう一個の洞窟に行ってるのと、こっち側のこので何ヘクタールかの水田を潤してるそうです。ああやって子供たちがマンディ水浴びしてる。